取り残された感がいいですね。はい、岡江駅から乗りましてですね、飯田線というローカル線で3時間揺られまして、金野というこの秘境駅に着きましたね。山の中にポツリとある、なぜここに駅があるのかっていう感じのね、駅を秘境駅って言ったりするんですけどね、まさにその通りですね。何もありませんね。聞こえるのは下にある天竜川の音だけでありましてね。この秘境駅の金野駅まで、弾丸ピクニックにやってまいりました。金野という、集落がここから歩いて1時間ぐらいのところにあるらしいんですけどもね、日頃乗り降りする人はいないんじゃないでしょうかね、多分ね。はい、近くに川に架かるね、古びた橋がありましたね。すぐ近くにあるね、橋の真ん中でね、この渓谷を下に見ながら、調理していきたいと思いますね。弾丸ピクニックということで1時間しか時間がないのでね、さっと作っていきます。今日はチキンステーキいきますね。はい、この鶏のもも肉です。これに塩コショウをしてさっと、ステーキにして、この茹でてある付け合わせですね、芽キャベツと新じゃがと人参ですね、あとヤングコーンですね、これも一緒に、ソテーして、最後にねこの鉄板でねじわじわ言わせながらね、ステーキっぽくして、食べていこうと思います。早速始めていきますね。はい、鶏もも肉、塩コショウですね、ちょっとしっかりめにします。はい、オリーブオイルですね。鶏の皮からね油が出ますので、ね、軽くていいですね。これテフロンのフライパンですしね。はい、フライパン温まりましたらね、これでかい鶏のもも肉ですね、これを皮の方から焼いていきます。はい、油と肉が馴染んだらね弱火にしますね。弱火にしてじっくりソテーしていきます。結構熱いんでね、時間かかりますんでね、あと皮もパリパリに焼きたいのでね、オーブン効果を持たせるためにちょっと蓋をしますね。はい、根気よくじっくり、ソテーしますね。はい、肉をじっくり焼いてる間にね、周りがこんな風になってますね。ここ橋ですね。あそこに、飯田線のトンネルがありますね。見えますかね。はい、で下が渓谷ですね。はい、そして向こうに行くと金の駅があります。上がね崖になってますね。はい、10分ほどね弱火でじっくり蓋をして、ソテーしましたね。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じですね。周りのね縁のあたりがもう白くなっていてね、ここを触るともう温かいですね。そしたらもうひっくり返しますね。はい、パリパリになってますね。はい、その際にね油がかなり出てますのでね、ちょっとね油をペーパーで吸い取って、野菜類ですね、これも入れちゃいますね。野菜に塩ですね、胡椒です。はい、ひっくり返して5分経ちましたね。これでもう火が入ったと思います。はい、野菜もね温まりましたね。で鶏です。はい、このフライパンですね、油をさらに吸い取りましてですね、ここにちょっと赤ワインですね、赤ワインをちょっと入れてソースを作ります。適量ですね、 50cc くらいでしょうかね。でこれを強火にしますね。で鶏を焼いたあのフライパンのところにね、エキスが溜まってるのでこれをこぞきますね。これデグラッセって言いますけどね。はい、で煮詰めます。はい、赤ワインに煮詰まりましたね。そしたら、マスタードですね、粒マスタードでもこういうね、粒じゃないマスタードでもいいんですけどね、これを入れまして、とろみをつけますね、マスタードで。マスタード自体もうねあれソースですのでね、味は決まってますのでね、塩コショウする必要はないですね。はい、ちょっとこれ煮詰まりすぎですね。煮詰まった時はこれまたさらに赤ワインを入れたりしますね。はい、これで赤ワインソースができましたね。はい、そうしましたらチキンステーキの鉄板をじわじわさせていきます。この向きの方がいいかな。はい、そして赤ワインソースをかけます。
はい、これでチキンステーキ出来上がりました。持ち上がりません持ち上がりません。チキンステーキこれで出来上がりました。赤ワインをいただきますね。はい、いただきます。はい、こんな感じです。うん、皮もパリパリしてジューシーに仕上がってますね。美味しいです。うん、うまい。あー、うまいですね。はい、あと25分くらいでね、電車が来てしまうのでね、10分くらいでね、これを食べて飲んでね、平らげて、そして、片付けて、また3時間電車に揺られて、いつもの山の我が家にね、戻っていきたいと思います。まあ、秘境駅はね、私ね、かなり昔10年くらい前でね、かなり行ってましてね、上下線を乗り継いでね、いろんなところを回ったりしましてね、ほとんど制覇してるんですけどね、この飯田線の秘境駅はね、はい、とても趣があってね、いい感じですね。長野県の岡谷の方から来ればね、今日も人は誰もいなかったですしね、飯田線ガラガラですのでね、ボックスシートを踏んずり返ってね、ビール飲んだりできますのでね、もしよろしかったら飯田線というローカル線をね、楽しみながらこの秘境駅っていうのもね、楽しんでもらえばよろしいんじゃないかと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。間に合いました。間に合った。